高齢の女性とかですね、まあ、太っている方にちょっと多い膝の病気にですね、変形性膝関節症っていうのがあるんですけど、はい、今回はですね、この病気にまあ効果的な体操をご紹介します。この病気の主な症状は膝の痛み、あとは炎症を起こしたりとか、水がよく溜まるっていうことがありますね。まあ、発生初期にはですね、スターティングペインっていうんですけど、立ち上がった瞬間が痛いとか、歩き始めが痛いとかいうことが続きます。正座とか階段の上り下り、特に下る方は辛いという方多いんですけども、で末期にはですね、まあ、膝の変形がかなりこう目立ってきて、横に左右に動くような動き、まあ、O 脚とかもひどくなっていって、はいはい、最終的にはもう歩くことが厳しいと、いうことになっていきます、ね。ちなみに原因ってどんなのがあるんですか？一つメジャーな理由としてはですね、まあ、関節の軟骨の老化が原因だと言われています、まあ、いろんな説が実は出てるんですけど、で、まあ、加齢とともにですね、クッションの役割を果たす軟骨っていうのがどんどん弾力性を失ってきて、すり減って関節も変形している。原因をもっと遡っていけば、長年の運動不足によって膝の上の大腿四頭筋っていう筋肉なんですね、これが衰えるから、大腿四頭筋っていうのは筋肉の中で一番強い筋肉なの、大腿四頭筋を鍛えましょうということでですね、よく言われたのがこういうふうに座って、足をですねぐーっとこう上げるんですね、で砂袋かなんかつけてもらってこう上げる運動をしてたんです。昔私が研修してる時もよくメジャーな方だったんですけど、実はですねこのやり方だと、その真ん中の中間抗筋っていう真ん中のですね筋肉ばっかりが鍛えられるんですね、これで楽になる方もいらっしゃるんだけど、女性の方なんか実はあんまり効果がなかったりして、鍵を握るのはこの内側の内側抗筋っていう筋肉なんですね、内側抗筋っていうのが実は衰えやすいんです、形状の足でいくとちょうどこの内側ですよね、この筋力が衰えることによって変形性膝関節症につながるっていうことを言われてるんで、まあ、簡単に言うと外側の筋肉は衰えないで、内側の筋肉は衰えるんで、ずっと外側に行って変形性が強くなるっていうことなんですね。なるほど。結構これ日常生活あんまり使わないんですよ、眠っていた筋肉で、まあ、この機能を回復させてくれるクッションバサミ体操っていうのがですね、けいちゃん実践お願いしたいと思います。わ、はい、かりました。よろしくお願いします。それではやってみます、まず割と厚みがあって固めのクッションを用意します。ない場合は枕でも大丈夫です。そのクッションを挟むんですが、挟む位置としてはちょっと膝にかかるぐらいの位置に挟みます。でこの状態から立ったり座ったりを5回ぐらい繰り返します。まあ、単純な動きの中でも挟みながらとなると結構内側の筋肉を使ってるイメージです。けいちゃん、はい、今回は体操はちょっとこう筋トレのような感じもちょっとありましたけども、普段まあけいちゃんは筋トレしてらっしゃるじゃないですか、はい、まあ、それも含めてなんかコツみたいなのことをちょっとけい先生にご教授いただいたらいいかなと思います立って座るって結構日常でもする動作だと思うんですけど、ここ使ってなかったクッションがどんどん落ちてっちゃうのが結構指標になったので、1個クッション挟むだけで、すごいしにくくなったんで、やっぱその内側のその筋肉を意識してやるだけで全然違ってくるんだろうなって思いました。今お腹の腹筋もシックスパッドじゃないですか、これを作り上げるなんかコツみたいなのってあります？筋トレをするのと、誰しも腹筋自体はあるものなので、それをなるべく浮かすように脂肪を薄くする、まあでもあるんで実際痩せると出るんですよね、はいはい、そこはただここを維持しながら
特にグラビアでのね、ずっと痩せ細すぎてもいけないしね、うん、難しいとこですよね。そうです。結構あの直筋ってど真ん中鍛えるよりも、うんうん、こう外腹斜筋とか内腹斜筋、ね、そう鍛えた方がいいっていう説もあるんですよね、うん、はい。まあ、その辺また次回教えていただければと思いますんで教えて、すごい簡単な体操ですので、ぜひ皆様も行ってみてください。それではまた次回の運動でお会いしましょう。バイバイ。